月30日開幕の愛媛国体まで残り200日となった14日、実行委員会は正木町津々井のエミフル正木で啓発イベントを開き、国体マスコットのミキャンなどが買い物客らに開催を PR しました。愛媛国体は11日間の日程で、全国から2万人以上の選手らが参加する予定です。啓発イベントでは、あと200日のボードを持ったミキャンらが国体をよろしくお願いしますと呼びかけ、 JA 全農愛媛の愛媛伊予柑大使が買い物客に愛媛県産柑橘の清見タンゴールをプレゼントしました。会場には1953年に四国四県で開かれた第8回国体の競技写真やポスターを展示しました。ミキャンの缶バッジを作るコーナーもあり、親子連れらでにぎわいました。もう皆さん、国体あるんよねっていう話で、もう皆さんだいぶ知っていただいてるんだなということで、心強く思いました。